伝承園のおしらさまおしらさまは、日本の東北地方で信仰されている家の神であり、一般には、蚕の神、農業の神、馬の神とされる。茨城県などでも伝承されるが、特に、青森県、岩手県で農耕に残り、宮城県北部にも密に分布する。おしんめさま、おしんめいさま、おこないさまなどの意象があり、他に、おしら神、おしら仏、 かのき尋常とも称される。身体は、多くは、桑の木で作った尺程度の棒の先に、男女の顔や馬の顔を描いたり彫ったりしたものに、布切れで作った衣を多数重ねて着せたものである。抜き頭衣の形をしたものと布を頭部から被かせたパオト型とがある。普段は、住宅の神棚や床の間に祀られていることが多い。記念名のある最古のおしら様は、 岩手県九古郡種市町に所在する大英五年のもので、ついで岩手県下平郡新里村及び同郡、河合村の天正二年のものが古い。身体は男と女、馬と娘、馬と男など二体一体で祀られることが多い。お知ら様の祭日を明日と言い,い、旧暦一月三月九月の十六日に行われる。明日には、 神棚などからお知らさ様を出して、新鮮を備え、新しい衣を重ね着させる。この日は、本家の老婆が、養蚕の由来を伝える祭文を唱えたり、少女がお知らさ様の身体を背負って遊ばせたりするので、かつては、同族的な系譜を背景とする、女性集団によって祀られていたとも考えられる。盲目の巫女であるいたこが参加することも多く、その場合、いたこが、 おしらさまに向かって神寄せの教問を唱え、おしらさまを手に持って祭文を唱えながら踊らせる。おしらさまに限っては、祭ることを遊ばせるといい、このような行事を、おしら遊ばせ、おしら遊び、おしらほろきと呼ばれる。また、青森県弘前市、坂本の久し渡し寺では、大白羅港が5月15日に行われる。おしらさまの2体の人形を使って遊ばせる。 祭のおしらざいもんとしては、きまん者物語、万能長者物語、千段栗毛、岩木山いわきなどがあり、坂の上の田村麻呂伝承の猿が神社の由来を同時に語るとも伝えられる。板子こが参与する場合は、このような祭いもんを語りながら、おしらさま一体を両手にとって打ち振り、脅威したような状態になって、卓戦を行うことが多い。おしらさまの信仰には、 多数の禁忌がある。例えば、おしら様は二足四足の動物の肉や卵を嫌うと、され、これを備えてしまうと大病を患うとかたたりで顔が曲がるという、家人の食肉によりたたりで顔が曲がるとも言われる。また、一度拝むとずっと拝まなければならないと言われ、拝むのをやめたり、祭り方が粗末だと家族にたたりがあるとも言われている。おしら様は、 女の病の地位を祈る神、目の神、この神としてのほか、濃厚神として田植え、草取り、穀物の借り入れなどに助力するとも言う。また、塔の物語周囲には、かつては、カルードが狩猟の際、どちらの山に行けばいいかを知るため、おしらさまの身体を両手に持ち回し、その馬面の向いた方角へ行く風習があったため、おしらさまは、お知らせさまであろう、とある。地震 火事などの予知力もあり、塔の物語十周囲では、お白様を張り物と称し、正月十六日のお知ら遊びの日に、子供が、たちが一年間の吉祥善悪の真意を問うたという。この起源を、中国の創新期、新序伝に求める説がある。お白様信仰誕生の背景に、山の神信仰や養蚕作業、 生活の糧の馬に対する信仰その他が混ざり、原初的な多様な性格を有する神として成立したものとする見方もある。伊勢地方の天白神、または中国神話の貝古場を原型とする見方もある。東北地方には、おしら様の成立にまつわる非連丹が伝わっている。それによれば昔、ある農家に娘がおり、家の飼い馬と仲が良く、 ついには夫婦になってしまった。娘の父親は怒り、馬を殺して木に吊り下げた。娘は馬の死を知り、すがりついて泣いた。すると父はさらに怒り、馬の首をはねた。すかさず娘が馬の首に飛び乗ると、そのまま空へ上り、お知らさまとなったのだという。長自宗氏には、この後日談があり、天に飛んだ娘は、両親の夢枕に立ち、 ウスの中の飼いコムシをクワの葉で飼うことを教え、剣士を生ませ、それが養蚕の由来になったとある。以上の説話から、馬と娘は馬頭、姫とを二体の養蚕の神となったとも考えられている。かつて盲人が峠の空き家に泊まり、寂しさを紛らわすために歌を歌っていると、歌を所望する女の声が聞こえたので、何曲か歌ってやった。夜明けの頃、 女の声は自分をタコと名乗り、自分のことを話せば命はないとましめた。里に降りた盲人がつい村人に昨晩のことを話すとそのまま死んでしまった。そこにタコが現れ村人たちに対しても自分のことを多言した者は死ぬ上に村は沼に沈むと言った。そこで村人たちが峠の周囲を鉄柵で覆うとタコは峠に帰れなくなり、 そのまま死んでしまい、その正体は蛇であった。村人たちは、タコと盲人お神として祭り、これが、後のおしら様だという。岩手県東野市の観光施設、伝承園のおかいこ神堂には船体のおしら様が、展示されている。宮城県の東北学院大学博物館には、お神様に信仰された、大乗寺に収められていたおしら様が所蔵されている。 お白様信仰の図像資料としては、網野義彦、小沢翔一、宮田昇、大墨和夫、服部幸を山地共造編集、体経日本歴史と、芸能第11巻、片城、傀儡、人形が貴重な映像を多く収めており、青森県弘前市久し渡し寺の、おし白校、岩手県宮古市、堀内の、お白遊ばせの様子が収録されている。ありがとうございます。